皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今回もラストジャッジメントパート47始めていこうと思います。今回ももう早速最初レイジーエンジェルズ皆川里奈ちゃんとのデスレースからですね。うちずっと皆川里奈ちゃんって言ってたけど皆川ちゃんでしたねよっしゃ行くぞ。さてさて、あ、来た来た来た、もう慣れっこやな。ぐっ、相変わらずすげえ音だ。でもバイク自体は結構控えめよな。彼女がよく見える。ときめくハートはエンジンのビート、恋した相手はアスファルト、ファーストキスは死の味さ。これ考えてから来てんのかな。ランドゥーダーランドゥーダーイ、レッツゴーバルハラ、カモンエンジェルズ、あの世まで飛ばしていこうぜと言って、毎晩生き残っちゃってんの悲しく思ってんのかな。イエーイ、元気やな。でもそれも今日までや。そのギター特注なんかな、高そう。はい、ヤガミ、てめえの魂の最後の輝きまでレースに捧げろ。サーキットでの崇高なしこそが神へ至るロードなのさ。生きて戻るんだ、俺もお前も。一応毎晩生きて戻ってはいるもんな今日もそれで行こう。クックック、あまちゃんめ、行くぞエンジェルズ。おら行くぞエンジェルズ。いいよ、雑魚みんな蹴散らしてデスレース突入まで、さっさとやろう。え、こいつらも一緒に走るのか。え、いや、いつもなんか雑魚の皆さんいるやん。もちろんだぜ、こいつらは今宵のセレモニーを盛り上げる伴奏者にして、伴奏者だま、今晩で終わりのはずやし、盛大に来てもらおう。ぐお、うるせえ、こんなのレース中に食らったらただじゃすまねえな。よければいいんですよ、ガードしよう。よしよし、行こう行こう。まずはあのお連れの皆さんを体当たりで投げ倒していくことから始めると。もうそれって結構な、バイクでこけるって結構大怪我しそうなもんやけど、みんな一応大丈夫なんかなこれちょっと心配ではあるけど、もう今更か。あ、一人抜いちゃった。よし、レースリース開始。でも早速抜いちゃおう。うーっと、危ない危ない。で、こうやって、あ、でももうターンボーストがいっぱい溜まってるから使っちゃおう。よし、あれ、なんかもう楽勝な気がするぞ。うちが結構レースに慣れちゃったかな。よし、そこのコーナーを曲がればゴールや。イエーイもうゴールしたで。あれ、まだまだ続いてんの。諦めろ諦めろ。あ、またゴールしてなかったんや。結構な僅差になっちゃったな。余裕かと思ってたけど、いや、でもやった。いや、もうレース慣れてきたぞ。ちょっと調子乗っていいかもしれへん。やった、この調子でゴーストも倒したい。今日も生きて戻ってきたね、俺の勝ちだな。バルハラは諦めなあ。ルールは絶対、俺の言うことは聞いてもらう。今までの側近の子たちもみんな、あの、もう暴走族やめって、今日付けでやめって言ってやめさせてきたから、彼女も覚悟は決まってるよな、やめさせられるって。おい、分かってるよね。おい、いや、どうしても嫌。私にも族を辞めさせる機会。ああ、そうかい、分かったよ。チームは抜けるなら、やらなきゃいけないことがあるね。ん、なんだ、やらなきゃいけないこと。ん、おい、ん、あー、ちょ、こら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 、レース中のしこそがバルハラなんでしょ。
それはただの自殺やんか。さあ私を連れてって行ってくれ。あの人のいる天国にさ。ダメだよ、さすがに止まる。くぅ、あ、え、ちょっとトラック、ノーブレーキやで、あれやば。あのトラックもトラックでやばいよ。大丈夫？おい、あのトラックのうんちゃんやばかったから、ほんまに死ぬところやったで。おい、何バカなことやってんだ。私にはもう、もう意味がないんだよ。エンジェルズ抜けんなら生きてる意味なんてさ。あー、紫レイジ君のことがよほど好きやったんやな、皆川。なあねえ八神、私に命令してよ。死ねって言うわけないやんか。なあ皆川、どうしてそんなに死に急ぐんだ。お前レースの中で死ぬことに意味があるって言ってたよな。だがさっきのじゃただの自殺だ。うん、私はね、子供の頃から周りと馴染めなくてさ、小学校の時からずっと不登校だったんだ。あ、ちょっと通じるものがあるやん。ん？うちと。当然友達なんていやしねえし、将来の夢もありゃしねえ。両親もクソみたいなやつらで、そんな私を邪魔者扱いさ。まあうちよりも過酷な状況であったことは間違いないな。生きることに希望なんてありゃしねえ。ただ無気力に死ぬのを待つだけの毎日だったぜ。世界は私にとって灰色だったんだ。なあ皆川、さっきから何を？え、その世界から救い出してくれたのが紫くんやったん？だけどね、あの人が変えてくれたんだよ。紫レイジがね、やっぱりそっか。まあそういうこともあるか。それが暴走族のトップやったっていう。レイジは私にとって太陽だった。灰色だった私の世界をさんさんと照らしてくれるね。あの人に出会って私は初めて知ったんだよ。生きる喜び、走る喜び、そして、そっか、人として好き以上にこう恋愛感情も伴ってたんやな。人として好きになる喜びをね。あ、そうか、お前どうしようもない片思いだったんだけどね、あの人のおかげで私の人生は初めて色彩を帯びたんだよ。あー、まあちょっと本当に大きい存在やったんやな。それなのに、いやー、これはちょっと辛すぎるな、彼女にとって。私の太陽沈んじまったんだよ、永遠にさ。あの人死ぬ前に話してたことがあったんだ。俺たちは死んだらどこに行くんだろうなってさ。ちょうど仲間が事故で大怪我して死にかけて、珍しく塩らしくなっててね。あ、これがきっかけで解散するって瀬山さんに言ったんじゃん。リナ。なあリナ、知ってるか？知ってるか？昔北欧のバイキングの連中は信じてたらしい。戦いの最中に死んだらバルハラっていう戦士たちの天国に行けるってな。だったらさ、もし俺たちがレースの中で死んだら走り屋の天国に行けんのかな。はは。結果論やけど、余計なことを言った感じもしますね。そのせいで彼女がそういう考えに至っちゃってこんな風にな、彼女が動くなんてレイジ君も知らんかった、わからんかったやろうけど、その話きっかけでそういう思いになっちゃったわけね。だからレイジエンジェルズでバカな競技を、バカって言っちゃったふっ、そうやって宗教みたいにしちまえばさ、本当に叶うような気がしてたんだ。天国に行ける気がしたんだよ、レイジがいる天国にね。なあ、なあ皆川、その紫レイジって人のこと俺はよく知らないが、
少なくともお前が死ぬことなんて望んでなかったはずだぞ。だって怪我、大怪我しただけで沈んではったんやろ。なあリナちゃんが死んだら余計に悲しまはるで、もし見たらレイジ君が。はあ、え、皆川に教えてやろう、紫レイジが伝えられなかった最後の思いを。あー、解散うんぬんの話。でもさ、あの赤塚さん、あの2代目総代が信じひんかったみたいに、いや彼女だったら信じるかな。もう これですよね、メイドインヘブン解散の誓い突きつける。信じてくれるかな。瀬山さんから聞いたんだ、紫レイジは亡くなる直前誓っていたらしい。次のレースを最後にメイドインヘブンを解散させるってな。でも瀬山さんがソースやから、いやそうやって解散させたいだけやろって思われちゃいそうな気もしちゃうけど。はあ、え、解散？ああ、ああ紫レイジは仲間がレースで事故って死にかけた姿を見てそう決意したんだ。なんで？レイジがそんなことを？バカな、そんなわけないよ。やっぱそういう考えになる？ああ、あの人にとってレースは生きがいだったんだ、それを捨てるだなんて。あ、まあ瀬山さんそう言うよね、本当だよ。瀬山のおっちゃん、僕はね、レイジから直接聞いたんだ、だから知ってる。嘘だよそんなの、彼は言っていたよ君のことも。はぁ、え、リナのやつ、あいつは賢くて技量も良くて族なんかやってる玉じゃねえよ。看護師になるのが夢らしいけどさ、向いてると思うんだよな、リナは優しいから。あ、これはレイジ君から直接聞かないと分からへん情報やから信憑性が増すんじゃん。明日に向かって走れ。あ、だからさ、明日に向かって走れ、解散の時リナや他のみんなにそう言ってやるつもりなんだ。そんな、レイジがそんなことを、うん、ああ大切に思われていたみたいだよ。うん、だってレイジは走るという生きがいを捨ててでも君に希望を持って生きてほしいと願っていたんだから。どう、どう、信じられる？ううー、そんな、レイジそんなことな。あ皆川、お前が紫レイジのことを好きだったならその思いに応えてやることが弔いにならないか。八神、それがあんたの命令か。私に勝ったあんたの、それ、うん、そういうことにしていいよ。命令だから仕方ないが、きっかけでもいいよ。ああ、そうだ、明日に向かって走れ、それが勝者としての俺の命令だ。八神、うんうんうん、それが励みになってちょっとは救われるかな。ありがとう。わかったよ、だったら私は生きる、私自身のために必死になって生きてやるよ。レイジが生きられなかった分もね。ああ、よかった、復帰れるにはまだちょっと時間かかるかもしれへんけど、きっかけにはなれたかな。そう、いいのかよ、幹部が2人も脱退しちまったぞ。ルールは絶対だ、ルールは絶対だ、文句はねえ。そうか、そうか、ブレねえ野郎だ。赤塚さんもそれでいいの？なんか赤塚さんがちょっと引っかかるねんな。信用していいんかな。まあ、でも八神さんのこと最初助けてくれようとしたしな、ゴーストに絡まれた時で。次はそのゴーストさんですけど、おい、次はゴースト、お前らだ、勝てるんだろうな。くだらねえ、心配は無用だ。ぶっ殺す。あいつは俺が殺す。レースでな。ふーん。ふ、頼もしい限りだ。あのヘルメットさ、なんかチョークで描いたんかな。あれ、自分でかっこいいと思ってこうカキカキしてる様子を想像したらちょっと可愛いもんがあるけど。あ、でバイクもらったけど、ごめんな、もうすでに相棒がいるからさ。
おし、じゃあ次はゴーストたちになりますが、まあもらったバイクちょっと一応見ようかな。一応ね、ランバダ250 250 カスタマイズカウル。お、へえ、こういうカウルつけられるんや。リナちゃんはカウルつけてへんかったけどな。あれ、リナちゃんが乗ってたバイクとはまた別、これもしかして。あれ、いや、ちょっとわからへんな。ボディのカスタムは、あー、ステッカーが貼られる感じね。シートは、あ、シートはこれやった気がするな、リナちゃんも。で、マフラーは、おー、イカチー、これはこれでかっこいいな。ちょっとあの、虹色になってる感じが、イケてんな。で、ホーン。あ、ホーンはなんか一緒やな、パラリア。ほん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 。カラーも、これは普通になんか鮮やかな色よりも黒が一番かっこいい気がしちゃうかもしれへん。うん、黒がイケてる。イカチーな。ステッカーは、あー、それね。ステッカーとか他でなんかお店で買えたりすんのかな、もしかしたら。もうちょっと種類あっても良さそう。まあ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 。まあまあ、マキシネイターマキシネイターで、いきますよ。よし、じゃあゴーストとのデスレースいきますか。まあ、いきなりゴーストとはやらせてくれへんやろうな、今回も。側近3名とやることになるかな、順番に。ヤガミッチ。ヤガミッチ、いよいよだな。ゴースト派とのレースだぜ。ああ、ヒタ？え？もしかして、あ、赤塚さんもゴースト派？あ、赤塚さん？赤塚って確かメイドインヘブン副総代の？で、二代目総代でもあるけど。よろしくな。よ、挨拶が遅れたな。赤塚マサルだ。よろしくな。あ、挨拶だけ？ゴースト派ってわけじゃないの？ヤガミだ。ヤガミだ、よろしく。やるじゃねえか。驚いたぜ、ボマーに続いて皆川にまで勝っちまうなんて。それにヤガミ一派って感じだな。そっか、今までのあのバックオンライン流の残った人たち、レイジンエンジェルズの残った人たち、みんな後ろについてくれてんのか。もう立派なチームじゃねえか、ヤガミ一派か。いやいや、こいつらが勝手に群がってくるだけですよ。チームなんてもんじゃないですよ。最初はみんなそんなもんさ。メイドインヘブンだってそうだった。紫レイジというカリスマにみんな憧れ、自然とチームができていったんだな。あ、文句はねえのか、新しい派閥みたいになっちまって。結構な大所帯やで。スオンも言ってただろ、このチームではルールが絶対、より速いやつ、より度胸のあるやつに従え。そういうもんさ。お前は筋を通してる、誰も文句言わねえさ。まずそのあのルール自体は赤塚さんももう全然オッケー、それでそれがいいと思うって心の底から思ってんの。そっか。どうだヤガミ、お前さえよけりゃ正式にこいつらのヘッドとしてチームを立ち上げてもいいんだぜ。え？俺がチームを？ま、あくまで一派であってチームではないのか。ああ、ああ、こいつらの拠り所となってやるんだ、ヤガミ、お前がな。ヤガミっちならみんなついてくるぜ。俺がチームを立ち上げ、拠り所になる、こいつらの。でも解散させる気でいるしな。いや、いや、悪いが柄じゃない、俺は気軽に走っていたいんでね。そっか、俺の目的はメイドインヘブンの解散、チームを立ち上げることじゃない。そういえば、でも解散させた後のこの子らの面倒もある程度見てあげる、なんかね、見通し持ってで解散してあげな、かわいそうな気もちょっとしてきたけど。ところでヤガミ、お前ゴーストとやり合うんだろう。ああ。
ああ、そのつもりだ。え、もう今からやる気でいたんですけど。油断するなよ。気をつけろ。あいつはこれまでの奴らとは違う。ゴーストは暴力をためらわない。たとえ、殴ってきはるかな。たとえレース中でもな。走りながらバットでも振り回してくるのか。ありえるで。なんなら鉄砲、拳銃パーンってやってきてもおかしくない。ふ、それで済めばいいがな。やってくんちゃん。偉人町なら割とありうるで。いや、さすがに銃はぶっ放してこうへんか。いや、ちょっと待って、ブッソ。あれ、バイクに、ゴースト派の連中こんなにいたっけ。バイクに設置してある。あ、最近急激に勢力を拡大してるらしいぜ。ガトリングガンみたいな。偉人町の外のチームを引き込んでるとか。え、外のチームを。それありの。ゴーストの強さや暴力による支配という思想に賛同した連中らしい。街のゴロつきやチンピラだな。銃ぶっ放してみたいだけのやつらじゃん。暴力による支配ね。なるほど、道理で物騒な連中ばかりが集まってるわけだ。でもバイクシンプルやな。え、後ろ待て。けえ、なんだよ。ずいぶんと凝った歓迎だな。ヤガミ貴様、今のうちに遺書は書いておくんだ。そんなもんいらん。必要ね。うん、俺は必ず生きて戻る。見えきたか、相手ってやれ。お、最初の相手か、はい、いや、雑魚そうな顔。ヤガミ、お前はよ。なんだ。俺が殺す、レースでな。ほう。やってみろ。やってみろよ。やれるものならな。あの警棒持っちゃってさ、そんな短い警棒じゃ届かへんね。多分余裕やろ、多分ね。あ、なんかあっちから殴ろうとしてきてくれるから逆にぶつけやすいかもしれへん。でも一撃当てるだけじゃ、一撃当てるだけじゃこけてくれへんっていうのは今までのやつらとちょっと違うかも。今までの子は、コラは一撃当てるだけで倒れてくれてたからさ。でもいけるぞ。もう一撃、よし。あともう一人どこ。あ、後ろにおるからこっちがスピード落としてやらなあかんか。あ、来た。よし、レースレース開始。おー、うわー、なんか銃みたいなぶっ放してくるが、無視。早ければいいんだよ、早けりゃ。でもこいつらゴースト一派相手にさ、早けりゃいいって勝ったら言うこと聞いてくれんの。そういうポリシーじゃないからこそのゴースト一派やろ。勝ってもさ言うこと聞いてくれへんのじゃん。今日ちょっと銃食らったのヒヤッとしたけど大丈夫やったぞ。ああいう感じか、銃ぶっ放してくんのと。ボスだけかな、でも銃ぶっ放してくんのは。他の雑魚は警棒でボコボコっていう接近戦やったな。おっしゃ。ふんふんふん、傾向が分かったから次からもうちょっとうまいことやりたいな。とりあえず右たか、お前は。え、でも言うこと聞いてくれる？早い方が強いっていう理論のもと。くそ。どや？俺の勝ちだ。俺に従ってもらう。どや？わあ。あ、そのルールでいいんや。一応。一応最後は喧嘩で勝負だとかなんか言ってくるかなって思ってたんやけど。なあ、一つ聞きたいことがある。なんだ？ゴーストの正体だ。そう、正体不明のまんまで従ってんの？か、実は派閥に入ったら教えてもらえるとかある？やつの部下なら知ってんじゃないのか。あいつは誰なんだ。実は景品同盟とかありうるかな。フル株なんやったっけ、ゴーストって。それが知らねえんだ。本当か。本当だ。頭の正体はソウさんや赤塚さ
んでさえ知らねえくらいだ。え、そうかも知らんの？マジで誰も知らんのや。おそらく嘘はついていない。チームのルールが絶対なら俺の質問には答えるはず。ただ一つだけ確かなことは、あの人は強い、とんでもないくらいに。それは喧嘩の腕っぷしが、まあ両方なんかな。バイクのスピードも速い。それって、あ、聞いてる。それは腕っぷしの話か。ああ以前チームでつるんでいる時、ヤクザ複数人に絡まれたことがあるんだが、どこのヤクザって言ってもどこ所属かにもよるで、武闘派なのか知能派なのか、そうじゃ、それ以外のなんかもう弱小弱小なのか。頭たった一人で十数人をのしちまったんだ。ほう、マジかよ。そりゃ確かにすげえな。なあ、いやでも八神さんよりかは下でしょなあ、ゴーストがそんなに強いならなぜ独立せずにメイドインヘブンに所属し続けているんだ。メイドインヘブンの方針に納得できないなら独立してチームでも立ち上げりゃいいじゃないか。うん、ゴースト派は派でしかないもんな。レイジーエンジェルズとかバコンライリューみたいに独立したチームじゃない。さあな、そればっかりは。ただメイドインヘブンにはこだわりがあるようだ。チームのルールを変えたい、以前にそう話していた。メイドインヘブンのトップになれるならなりたいんかな。ん？そうくんじゃない、紫レイジとめっちゃ仲良しやったとかなんか。ルールを、おい、ニキタか、いつからお前はそんなにおしゃべりになった。今日かららしいよ。今日からおしゃべりになったから別にいいやん。ゴーストさん、いやいや、もうそっちと関係ないねんやから、負けてさ、八神一派に入って、あ、いや、やめてもらうんやから暴走族やめてもらうから、あかんで、敵に手出したら。ゴースト、ミキタカに手出すんじゃねえぞ。こいつは勝者である俺の命令に従っただけだ。八神、何文句あんの？ならレースで勝負や、やろう。ルールとは本来人が作り出すもんだ。それに振り回されちまったんじゃ本末転倒。本末転倒？振り回すっていうか、振り回されてんのはゴーストさんだけやで。みんなそのルールにのっとって秩序が保たれてんねんやから振り回されてるの一人だけやのに恥ずかしくないんか。何？だが今のメイドインヘブンは紫レイジが作り出した時代遅れのルールに縛られている。あ、そういう物言いする？レイジ君のことが大切なんかなとかちょっと思ってたんやけど、むしろそれを否定するんや。古臭い役立たずのルールなどぶっ壊し作り変えていくべきなんだよ。はあ、革命でも起こそうって感じだな。そう、革命だ。あー、そうなんや、ほんまに。ぶち壊してやる。紫レイジは死んだ、とうの昔に。だから奴が作り出したルールもぶち壊す。だからね、この俺の手でな。なんだこれは、怒り。なあお前、なんだか一代目に文句があるみたいだが、紫レイジを知っているのか？はふ、無駄なおしゃべりが過ぎたようだ。あれ、ゴーストがいつから所属したはる人みたいな話はまだ出てきてないんやったっけ。出てきてたっけ。殺されるかと思ったぜ。あいつもしかして知っているのか、紫レイジを。ゴーストという男、何者なんだ。新入りは新入りなんやったっけ。あれ、なんかそんな話なんかあったような気がしてきたぞ。ゴーストも同じやんみたいな反応をした記憶がふと湧いてきたけど、それは夢かもしれないあれ、なんかちょっと読み直したら書いてあったりするかな。いや、そういうことまでは書いてへんな。メイドインヘブンの競技、より速いやつ、より度胸のあるやつに従いに反感を持つ男、正体不明。
詳細のところにもそこまでは書いてへんな、ゴーストについて。え、ごめんな、うちが忘れてるだけなんやったら。どうやったかな。でもフルカブってわけじゃなかった気がする。うちのただの妄想かもしれへんけど、けどそれなのに紫レイジを知っているかもしれないっていう疑惑やんな。ほう、とりあえず2番目の、あ、奏者は君かい。お前が次の相手か。俺の名はカイノ、お前を殺しに来た。よしよしよし、生きて帰ろうね、二人して。よし撃破しようしようやろ。バッバカだ。やっぱりお前も知らないか、ゴーストの正体。知らねえよ、俺たちの前じゃ絶対にあのヘルメットを外さねえんだ、徹底してる。そっか、なあ、くそ、え、どうした、やられた。ん、朝のうちどうしたん、パンクさせられちゃった。んタンコロの調子が悪いと思ってたんだが、オイルの注入口に砂糖がついてやがる。砂糖、え、なんだって、香ばしいいい匂いがしちゃうよ。キャラメルできちゃう。キャラメル？メイラード反応起きちゃう。うお、俺もだ。くそ、俺もやられてる。誰だ、畜生。おう、元飛びさん。わかんない。みんな？春菊も？やべえな。下手したら遠心交換だぞ。どこで入れられたんだ？ここに来る前、みんなファミレスで飯食ってきたよな。もしかしたらその時に。あ。え？やめさせる会の連中の仕業？佐藤？飯食ってる時に見たんだ、連中が駐車場でコソコソしてるの。んだと？んだと、あいつら。バカな。やめさせる会がそんなことまで。いや、もう絶対大月さんの仕業やん。大月派閥よ。おう。ああ、あいつら最近過激になっててな。あの大月とかいうやつが市民団体を煽ってるんだよ。そういえばこの間もそんなことあったな。あのよ、親がみっち、ん？実はちょっと気になることがあってさ。なになに、どんな小さいことでもどうぞどうぞ。ん？なんだ？最近辞めさせる会の連中に肩着に見えねえ連中が混じってるんだ。この前カンカン投げてきたやつらもそうやったな。あれ景品同盟かな。うん、ありゃどう見ても一般市民じゃねえ。前はあんな連中いなかったはずなんだが。あれか、大月さんが景品同盟と絡んでるってこと。うちらとしてはな、一応スオ君が怪しくて来たけど。匂うなあ、暴走族を辞めさせる会か。ちょっと調べてみるか。瀬山さんは信用できそうやけど。なあ、その辞めさせる会、事務所とかはあるのか。え、あれちゃん、あの、あー、どうすれした、七夜の名前をどうすれしちゃった。あ、確かベイサイド通り西にあるはずだぜ。わかった。そっか、わかった。探偵活動の出番だな。そうやな。本業。え、なんだっけ、七夜の名前忘れるなんて。あー気になる。あー、もやもやする。ちゃうエビス屋、エビス屋ですよ、エビス屋。ほらほら、エビス屋の横あったもんな。なんかでちょっと一瞬どっかの動画で映した気がする。行こう。おーし、エビス屋の横なあ、あったあった。暴走するな、させるな、関わるな、暴走族をやめさせるかーい。中入れんの？あ、いや入らへんわ。こっそりしてる。やめさせる会の事務所はあそこだな。片桐に見えない連中が出入りしているらしいが、しばらく張り込んでみるか。ん？あれは、え、早速？あ、ん？え？あれ？あれ？葛西！パパ活にゴリッと、あいつ、え？あ、え？お、なんか予想外の人や。元景品同盟の葛西？
なぜあいつが辞めさせる会の事務所に？葛西は景品、新景品同盟には入れへんかったやつやからな。証拠になるかもしれない。一応事務所を出てきたところを押さえておくか。どうしたん？なんで？なんかで手柄あげて新景品同盟に入れてもらおうとか思ってんのかな。よし、バッチリだ。後で直接問いただしてやろう。そやな。まあ、こそこそする必要はないな。あ、もう早速聞く？おい。ゲッゲッ、ヤガミ、お前、こんなところで何してるんだ。お前みたいなゴロツキ連中が出入りするところじゃないだろう。改心したんだ。ボランティアだよ。俺は改心して、もう悪さはしねえって決めたんだ。なあ、みんな。うんうん。絶対嘘やん。最近、辞めさせる会が過激化してる。お前らが噛んでるんじゃないだろうな。もう。何言ってんだよ。なわけねえだろ。俺たちはな、飛行少年を導いてやろうっていう、瀬山さんの考えに感動したんだ。なあ、みんな。ああ、瀬山さんとは言うんや。うっかり大月さんって言いそうなもんやけど、瀬山さんの考えか。怪しいなぁ。それじゃ俺たちは一日一膳しに行くんで、もう今日日が暮れそうですけど、まだ一膳できてへんの？ノーヘルであいつら行ったで。あいつら今度は何を企んでるんだ。え、追いかけへんの？今こそ尾行ちゃう。まあ、バイク乗られてちゃう。尾行もできひんか。こっちも、あの、バイク乗ってさ、マキシネタ乗っていこうよ。え？終わり？入れへんの？え、こんなさ、この手の事務所でこんな中見えへんくする？もうちょっとオープンな感じむしろ出したくない？隠すにしてもこの全面隠すってちょっと怪しさあるよな。